アビメ X には自動運転プロパイロットモードが搭載されています。今から車内が自動運転に切り替わります。運転席に特に注目してご覧ください。それではプロパイロットドライブモードに切り替えてみます。ご覧のようにステアリング、そしてアクセル、ブレーキといったペダル類は格納されて、シートも両シート全てリクライニング状態になりました。この状態のまま目的地まで安全に乗員をお届けします。この状態の時、完全自動運転の時にも常にこの日産 IMX クロが車内、そして車外をセンシングしてくれているので安全もバッチリなんです。さて、それでは再び自分で運転をするモードに戻してみましょう。このようにその時の運転シーンに合わせて自動運転、そして手動運転を自由に選んでいただけるのがこの日産 IMX クロなんです。そしてハンドルの上、そして両サイドの全部のドアの下のあたりにパネルがあるのをご覧いただけますでしょうか。ここには外側の映像、車の外の映像、そしてネットワークから送られてきた情報などを表示することができるんです。完全自動運転が実現すると、これまでの車とは違った車内空間、車内での過ごし方になります。そのあたりもこだわったディテール、ぜひこの後、この機会を詳しくご覧いただければと思います。実はこの日産 IMX クロ、非常に日本的なデザインになっているんです。床の部分ご覧いただきますと、波を打ったようなデザインになっています。こちらは枯山水をイメージしてデザインされたモデルになっているんです。グレーからドアの黒にかけて、この奥行きの広がる感じも表現しているんです。そしてシートの頭の部分ですね、こちらは組木をデザインした、イメージしたデザインになっています。後部も非常に広く感じることが、後部座席も非常に空間を広く感じていただくことができるようになっているんです。さあ、それでは再び自動運転に戻してから iPhone を車内に搭載ではないですね、入れてみたいと思います。それでは一旦自動運転に切り替えてみましょう。人との関わりの新しい提案をしている日産 IMX クロ、そして iVo のコラボレーション、ぜひこの機会に写真に収めていただければと思います。それではお願いします。この後もしばらく運転席側ドアを開けて、 iVo が見える位置で、見やすい位置で撮影をお楽しみいただければと思います。ここ日産クロッシングは1階だけでなく2階にも車の展示がございます。2階には GTR を展示いたしております。 GTR には踊り込みいただくこともできますので、ぜひこの機会にお時間ありましたら、大きなモニターの裏でエスカレーター、エレベーターからお上がりいただきます。お楽しみください。2階にもコンセプトカー1台用意しています。真っ赤なスポーツカータイプのコンセプトカー、日産コンセプト2020ビジョングランツーリスモをご用意しています。そちらもぜひ撮影していただければと思います。それではこの後のこの日産クロッシングで素敵な時間をお過ごしください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。皆様、ただいまのプレゼンテーションはお楽しみいただけましたでしょうか。ご紹介いたしました2回目